ゲストのコーナーです。今回はですね、古民家カフェバー金の根の中竹さやかさんとつながっております。さやかさん、お願いします。はい、よろしくお願いします。まずはですね、古民家カフェバー金の根、どんな番組、どんな番組じゃ、どんなお店、大阪市の蒲生4丁目にある一人一人をつなぐっていうのをテーマにした古民家のカフェバーでございます。いいですね。今まさにそのお店、はい、そうです、こちらお店にいますね。おしゃれなお店、そんなさやかさんが告知があると。はい、そうなんです。この蒲生4丁目で私、蒲生4フェスっていう音楽イベントを主催しておりまして、はい、はい、で今年で6回目になるんですけど、はい、その告知に参りました。そのコンセプト読んで、めっちゃいいこと書いてるそうなんです。飲食店がすごく素敵な街で、読んでくれんのかい、男の発っていうのを、はい、コンセプトにやっております、ね、だってこの、音と食のはしごっていうのが今ね、はい、ちょっとコロナでできなくなりつつあるからね、はい、なんで去年ができなかったので、これは一昨年2019年のものなんですけど、はいはい、こう出演者、音楽を聴きながら美味しい食べ物を食べて回るっていう一日ですね。そうや、本来ならそれぐらいね、はい、ガモ4フェスは音楽を聴いて、はい、お店だけじゃなくてもう街ね、どこで音楽が聞こえて楽しめるね、はい、食とはしごの音楽イベントなんですけど、今回はそ、ね、はい、コロナがあってそういうわけにいかないじゃないですか。はい、あ、そうなんです。これ今年が出てくれるアーティストの皆さん、そうですね、こちら CM 動画になるんですけど、だから今回はコロナがあるっていうことで、これ出た無料配信、無観客です。ここで見れると、はい、今年はちなみに何組のアーティストが出ますか。今年はなんとなんと1週間で70組です。すごい豪華だからもう来週の月曜日ですもんね、22日から28日、ね、20日から、はい、もう音楽で満載で、しかも無料配信ということで、はい、これも日本だけじゃなくて世界から、はい、いいね。もちろん長田、ありがとうございます。さやかさんも歌うの。そうです、私も弾き語りとバンドとで2ステージ出ます。いいね。本来ならね、そのほんまはその生で行って食もあって音楽を楽しみたいんですけど、やっぱここは例年とは違うガモ4フェスになると、はい、このオンラインね、簡単に見れるんですよね、はい、無料配信、無料です。 YouTube ライブで無料で配信していきます。ガモ4フェスで検索したら分かりますか。はい、分かります。ここでつながれば音楽見ることができると。はい、それでまあまあ今回は楽しんで、うん、また第7回とか8回はもうこれから模様に直接行って見てもらってもいいし、なんなら音楽聴いてからまたね、密にならん程度でまたこの金の根さんに行ったらお食事も、そうですね、お店もやってるので、ね、あの時音楽ライブやってたわ、この場所やとかいうの分かるわけですもんね。はい、またあれですよね、今回はその無料配信だって聞いてますよ。はい、はい、そうなんです、うん、ガモ4フェス自体が、まあ、地域活性っていうのと、一人でも音楽普段聴く、はい、こう機会がない方にも聴いてほしいっていうので、商店街のステージ設けたりとか、はい、で地域のおじいちゃんおばあちゃんから子供さんまで楽しめるイベントっていうのをコンセプトにしているので、はい、なのでいつも無料なんですけど、今回も有料ではなく無料で配信させてもらいます。あと投げ銭とかグッズ購入はできるって書いてる。そうなんです、完全にまあもう本当にボランティアで皆さんが手伝ってくれて動いてるイベントなので、投げ銭だったりとかグッズが購入していただいて、お家にいながら応援していただける形ですね。わ、出た、あ、出たよ、いろんなグッズ、ステッカーであったり、はい、T シャツであったり、はい、だからグッズもありますし、またね、アーティストさんに直接、ね、ドリンクの差し入れとか、はい、応援っていう形もそれぞれ一人一人にできるので、めっちゃいい。はい、またあの T シャツ着て第7回とかガモ4フェスに行ったら、あーあの T、 あー着てるんや、はい、こんな感じです。これは前回のなんですけど、あー、はいはいはいそれ歴史がね、はい、僕はこの時代から知ってるんだよってそうですね、あ、本当に、ね、お家でパソコンとか携帯で、うん、ね、お食事とかしながらこんな感じで見ていただけたら、
盛り上がるやん。思います。だからやっぱこれからはもしね、はい、第6回はやっぱりコロナがあるからオンラインでね、うん、皆さん楽しんでもらって、はい、第7回8回はもう直接ねガモヨン行けて、はい、そしてまたこの配信の方も続けてほしい、うんうん、そうすればどん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 広がっていくんで。そうですね。ね、あの先のコンセプトもう一回言ってくださいよ。音と食のはしごですか。ね、だから音と食と心も入れたいんですよね。とはベッドでもそうです、ね、興奮してベッドだけど心もつなぐフェスにしてほしいと思いますんで、はい、そうですね、1週間楽しみにしてます、はい、最後にさやかさん、皆さんに一言お願いします。ありがとうございます、2019年にもね、ジェイコムさん出させていただいたんですけど、はい、ご覧の皆様ありがとうございます、YouTube ライブで無料で配信されるんですけれども、本当にこのコロナ禍の中で大変な状態ですけれども、ね、今までずっとガモヨンフェス、この街で作ってきた文化とか投げてきた縁とかを守りながら、音楽守って経済止めない、そしてね、少しずつ未来のために明るい行動していくっていうのを私がしたくて今年決めたので、ぜひ当日1週間70組楽しんでください。楽しみしてます。最後にさやかさん、ちょっとネイル見せて。ガモヨンフェスになってたよ。ガモヨンフェスになってる、素晴らしい。ありがとうございます。また出てください。ありがとうございました。いいですね、ガモヨンネイル。そう、めちゃめちゃ可愛い。 いや、あのグッズとかいろいろおしゃれですね、本当に。そう、おしゃれおしゃれ。普段着てても全然、そうよ、ね、かっこいいし。だから、まあ、ああいうグッズを購入して応援するっていうね、こともできると思うし。で、今回は、まあ、オンラインで、うん、お家で、はい、すごい数のアーティストが出るんだね。70組以上、すごい、ね、なんかもう、ゾートをかけといて好きなことしながら楽しめることでしょ。そう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 、お家やから、ね、そういう楽しみ方もできるし、ね、それで僕のミラクル見ました。音と職人心も入れようって言ったら、これポールペアポーンって。そうよ、それはもう最後に突っ込む思ったの、自分で言い張ったわ。スーンと出てね、締めに行ったらポーンって。あんなミラクルはいらんねん。もうほんまに申し訳ないです。なんところで突っ込むが増えちゃうからね。はい、ということで、ということでね、ガモヨンフェス、はい、もうなんか6回目っていうことですから、ぜひ皆さん音と食のはしごね、楽しみたいですね、はい、はい、ありがとうございました。